ようこそ新横浜ハイボール東京出張所2へ。こんばんは、豪雪の声を演じております稲田哲です。こちらの配信は来月1月より放送開始予定の吸血鬼すぐ死ぬ2および第1期についてのお話をお届けするサービス内容となっております。さて今宵のお客様は、いやー、お会いできて光栄ですよ。この私に何かご用かな。どうも、人気声優のドラルク役の福山潤です。どんな仕事も締め切りは守るといいですよ。どうも、新人声優の時俊一です。よろしくお願いします。お前いつまでも新人面してんじゃねえよ。いや、この場にいたら新人でしょうや。対比で新人かどうかは決まるんじゃねえよ。自分で人気声優言っといて何言ってるんですか。それは事実だから。まあ新人も俺らもまだ新人気分抜けない部分あるでしょ。いや、俺たちは新人のふりをしていいもうレベルじゃないですか。あのキャリア的に絶対突っ込んでる、うんうん、お前新人のようなふりしたら新人だと思われがちだからダメだって。違う違う、ちょっと待って、だからいいじゃん。お前俺の前で絶対もう二度と新人面させないから。新人は、あと新人面はずるいから。オープニング早々先輩の圧をかけるのはやめていただいてよろしいですか。そうですか。ずっと新人面すんなって言うんですよ。はい、当店あのワンオーダー制ありますんで、あのオーダーの方をお願いします。はい、わかりました。じゃあ、この、バーの、名物だと聞いてるんで、新横浜ローブロー、あ、違った、新横浜ハイボールをお願いします。じゃあ僕も新横浜サマーフック、あ、新横浜ハイボールでお願いいたします。はい、それでは新横浜ハイボール濃いめで僕方ご用意させていただきますので、今しばらくお待ちください。はい、吸血鬼すぐ死ぬ2特別番組、新横浜ハイボールで会いましょう。ということで、お飲み物もご用意できましたので、早速ですがトークしてまいりましょう。今回のテーマは、ドラルクです。はい、短いですが、ドラルクの紹介文をご用意いたしましたので、福山さんご本人に読んでいただきましょう。お願いします。はい、不死身のヴァンパイアロード、神祖にして無敵の吸血鬼として人々から恐れられているが、その正体は少しのダメージですぐに死んで塵になってしまう史上最弱の雑魚吸血鬼。住んでいた城が崩壊して以来、強引にロナルドの事務所に居座っている。かなりのゲーム好き。初登場話数は第1期第1話民命処方よりと。はい、福山さんありがとうございます。はい、攻めの姿勢を忘れないですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ドラルクのキャラについて、はい、ちょっと語っていきたいと思いますが、はい、脱線は、もう大歓迎でございます。はい、早速民命処方でね、はい、秋田書店からもずれましたから。そうですね、ライバル企業ですから、どういうムーブをかませばいいんですかこれに対して。大丈夫だよ、自分だけが被弾しないでおければちゃんと編集点があるぐらいの魔弱で入ってくれれば、絶対に。あと危険なことを言ったらブルーレイ DVD 特典になりますので、アンパイが切れるわけですね。ただ世の中にはさ、P っていう便利なものと、あと何を言ったか読まれないのに口にモザイクっていう技術があるから、あれを安パイって言ってる人たちはもうダメな人たちなんですよね。いやいやいや、収録イコール安全策、生放送イコールチキンレースだから。この業界はやもうそういう人たちばっかりなの。そういう風にしていかないと、やっぱ生き馬の目を抜いていくことは不可能だよ。それはそう思う。でしょ。もう福山先輩なんてもう生き馬の目300個ぐらい抜いてるから、ね、この3ラウンド嫌なんです。まだ洗脳が。あとはあなたが持ち合わせている地雷剣をまっすぐ歩いていく短力だよね。うん、ええ、そこのハートの強さも持ってるよね。いやいや、本当そうだよ。もう、それ AJF で皆様のところに一緒にいると、以上はもうなんか地雷剣を踏みつつも歩いていかなきゃいけないな。そう、地雷剣が読めたらいいんですか、ご褒美をいただいてっていう感じじゃない。それは若干それはでもその福山さんから受けた力でもありますから。そうかそうかそうか、世の中のさ、ちょっとあなたの像をちょっとここから変えていきたいなっていう思いもあって。俺の像ですね。そう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 、クリーンな新人面してるこの顔をね、向いていきましょう。それはでもしていきたい。これをみんなが見たときにウィキペディアに書かれる一文が変わっていけばね。あ、それはそうですね。でもそれは多分参照に福山潤さんのリンクを貼っていただきたいですけれどもね、福山潤さんが変えていったっていうところはね。じゃあまずドラルクってどんなキャラ。ドラルク、あ、ちゃんと戻してくれたね。こういうバランス感覚がないとさすがにあいつはもうダメになっちゃうから、あなたから見てドラルクって。そうですね、なんだろう、繊細でありながらエッジの効いているっていうところでは、ほらまたこう尺子定規なことを言って。もうそういう部分も必要よ。一応これ作品の、ね、配信だからね。あ、そういうことですね。だからキャラのこともちゃんと尺子定規に言うとこも大切。一応僕そう、ちゃんと真面目なところも作っとこうと思って引き出し作ってきてはいるんです。そこは俺の役目で、あなたにそんなの求めてないから。散々暴走してて何言ってんだよ。
できた新人じゃねえかよ。あ、そうですね、大変助かります。そしてそしていや毎回いね、まあでもそうですね、その、なんだろう、こうワードワードをちゃんとこう全力で福山さんが、まあそれこそ AGF でも言いましたけど、その絶対に台本通りでもありつつ、それプラス何かを絶対に作っていこうっていうところを収録で毎回感じていたから、時俊一としては勉強になり、なるなと思いつつ、つまりそれをかいつまんで言うと俺がすごかった、はい、そういうことなんですね。ドラ力のいいところとしては、まずあのまあそうですね、まあ、後期でありながらその括弧のところに CV 福山潤というのをテロップで流していただいて、まず後期であるということと、そしてまああのかっこよくもあるんですけど面白いところもあって、抜けているところもここも括弧 CV 福山潤をつけていただいて、最後のところにやはりこの作品の主役であるにふさわしいぐらいのなんか存在感であるというところが、この3ついいところを言ったって。俺そんな言ってないと思うけど。え、嘘。いや多分ね、あの一応これ皆さんが見てもらってるやつのこのテロップのところでは、時くんが喋ってる時に多分 BGM でカノンが流れてて、ええ、であのテロップがずっと流れてると思うの。そしたら俺が今言ったやつ、多分あのスターウォーズ の, あのオープニングのこういうやつがずっと流れてるんじゃないか。福山さんがずっと喋ってるのずっとテロップで後ろにこう流れていくみたいな。で今この話だったら2人が顔出す意味がないからテロップで済んじゃうな。なるほどね。でもせっかくこういう話題を振ったから、多分監督はですね、編集で一応入れておきましたっつって、あなたが喋ってるあの口元だけを映したカノンの流した映像流れていや、まあでも実際のところそうなんですけど、やっぱ台本に書いてあるその文言っていうのは実際にたくさんあるんですけど、その中のその部分を俺だったらこういう風に変えてみようかなっていう部分がたくさんある中で、本当監督さんとかそれこそあの名屋さんと一緒に、これは今の子たちに分かるかなっていうのを何回聞いたことかって逆に分からないから入れるよね。いや分かるんだったらそれは入れないですよ。そうですよね、分からないから入れるんですよ。それをやっぱりこちらからラーとしてはすごくやっぱりこう勉強にもなっていましたし、はい、ただあの毎回回を追うごとにそれこそあの古川さんとの家系もどん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 テンポアップしていくというか、はい、ああいいこと言っていただきましたね、はい、であの逆を言うとどんどん隙間がなくなって一回噛んだらって結構前からこうやり直すっていうのも結構ありましたよね。そりゃそうだよね。あのゲームなんか皆さんだったらゲームが多分分かりやすいと思うんで、レースゲームでいきなりもうマックススピードからいって、あのカーブでちょっとドンってぶつかったらスピード上げられないでしょ、あの状態ですよ。いくらアクセスアクセル吹かしたブーンってもう回転数が上がるだけですから、ちゃんとね直線取らないとね、はい、スピード上げるところをね、はい、そういうことですね、うん、またいいこと言ってくれましたね。ロナルドとドラルコのこの、あの掛け合いが最高かっこ CV 古川トール、あ、古川トールじゃない古川誠あの古谷徹さんが入ってるからと、あの古川俊夫さんが混ぜましたね。古川俊夫さんも入ってるから、古川誠と、そして CV 福山潤っていうところをねこう強調していただいて、いやもうすごかったの、そのすごいテンポ感で、めちゃめちゃその僕もまあ、福間さんだからセリフ量がそんなに多いわけじゃないじゃないですか、だからいろんなところを見ながらこう福山さんと古川さんの完璧な掛け合いを見てたら、はいはい、あちらのスタッフさんたちゲラゲラ笑ってるんですけど、一箇所どうやってもこう靴なんかこうつっかえちゃったところがあって、で一回止めますってなったら後ろでゲラゲラ笑いながら皆さんがどこまで戻りゃいいんだあのまあアニメではそういう言葉ないけど、編集点的なポイントがないからね、ないから、そうそうそう2ページぐらい前まで、うん、じゃあこっからやるかって言うと、福山さんがいやでも流れ的にこっからやっていいですかってさらに戻るって言って、どうせそこまで戻るんだったらもう一回ちょっとやりたいなっていうのあるじゃん。プロ意識感じましたね。いやプロ意識じゃないの、目立ちないの中でも目立ち、外でも目立ち、誤解しちゃダメよ、プロ意識でやってないからそれはいいんですか。いやいやいや、俺は楽しみたいからやってるだけ。あ、まあまあ、それはでもそれをプロ意識と混同されちゃ困るな。僕はビジネスでやってないから。めんどくさい。生き様だから。いや生き様って言葉はもういろいろ、ね、何なんだろうね。落としたいんだか上げたいんだかよくわかんないね。だからまあそんなあなたにちゃんと聞きたいんだけど、もし自分がドラルクになったら何をしてみたい。僕がドラルクに。いやだってこういうのをやってる。何をしてるわ。俺が言ったってそれはもうしょうがないじゃん。 あなたがもしドラルクになるなら何をしたいかを参考にね。僕がドラルクになるんだったら、うん、ちなみに俺はドラルクになったらまず何をしたいかって言ったら死にたいよね。山さん、俺が最初に言おうと思って封じないでもらえ、ずっといて自分で答えてる。そういう答えやすいのはいきなりもう選択肢から省いていかないと意味ないじゃない。あ、うん、先輩の愛の無知だね。そういうことですよ、でもあのロナルド君を、うん、あのまあ、それこそ、うん、
いろんなシーンで、まあ、いじりいじられじゃないですか、うんうんうん、そのいじりいじられの楽しいあの関係性っていうのを、本当にこううざいって思いながらやってる時もあるし、うんうん、そういう風にいい関係の時もあるじゃないですか、うん、あれをやってみたいですね。お互いにもめちゃめちゃこう殴りながらいじり合いながらやっていくっていうあの感じは、だ殺されながらもいじっていくって、うん、あのスタンスはちょっと一回やってみたい。そうね、ああでもそれいいね。俺も一回こう殴りに行って殴った衝撃で自分が死ぬってやってみたいの。あれ好きなんですよ。そこまではめちゃくちゃかっこよくボワって言ってんのに、うん、いやつなって死んでる。だってドラルクだったら殴りに行ったら殴った衝撃で全部いっちゃうじゃん、ここパン。だからもし今後ね、仮にこの、吸血鬼すぐ死ぬが劇場アニメになったとするじゃん、もう監督たちが渾身のアクションを書いてくれ、ドラルクがすごくこううわーってパースも効かせてパンチをやってって相手の顔に当たった瞬間にこっから砂かしだって死んでいくっていう相手は揺るぎもせず、でそれで相手は最初びっくりした感じで当たった感じでこういくんだけど、こうやってんっていうちょっとそこスローにこうやっていって、そうそうで、あの砂がエコーにかかって砂劇場版だからめっちゃキラキラするんだろうね。聞きたかったんですけど、はい、スナーって、うん、あれオーディションでもあれやってたんですか。ねえ1話の台本見たらスナーって書いてあったんだよ。どうしようと思って。結構ねキーワードだよね、はい、そうですよね。やっぱみんなあれ言いたくなる言葉じゃないですか、うん、はい、いやだからあの本当にあの原作をもう皆さん大体見てると思うけど、改めてまあ手に取っていただいたら分かる通り、うん、あれ満腹なんですよ、うん、満腹をセリフに書かれるとあの俺ら困るっていう。そうですよね。いやもうこれだ、僕もお邪魔した時にスナー、これどうやって表現してんだろうなと思ってたら、あの単純よ、ああいう困ったのが書いてあったらやけくそに限るんだよ、うん、あれやってんの。あと まんま読む、うん、そう、うん、ギャグ漫画日和みたいな感じですよね。もう先行っちゃうけど、もうね小細工は通用しないから、うん、その時出たものっていう、うん、なるほど、はい、そうですよ。それな本当にもうなんかもう福山さんも、うん、真子さんもそうですが、あれの熱意が本当に他の役者さんたちに全部に伝わって、うんうん、外のブースにいてもやっぱりこう山下誠二郎さんとか田村さんとかと一緒にずっとなるほどなと思いながら笑いながらも勉強しましたね。でも考えてごらんよ、そんだけ俺たちが死ぬ思いをしながら、なんかこうなんだろう、もうすごく頑張ってるのにワイダンとか野球拳出てきたら全部かっさらうでしょあの俺たちのなんかこう、うわここまでやったって全部この人に持ってかれるのかっていうのが心地いいなんだろう、ね、そのカロリーの消費量でね、先輩たちはローカロリーでボン持ってくるからね、はい、でもなんでしょうね、僕も狂ってるのかもしれない、これをかっこいいと思ってしまいますね、うんうん、いやいい傾向だよ、そういうチームなんだろうなって、はい、でもさちょっと一つ言っていい、時君、もう君が喋りすぎすぎたからもう時間いっぱいなんだって。いや俺のせいじゃねえ絶対俺のせいじゃねえ100俺のせいじゃねえと思う、うん、いやそうかなそうかな、見てる人たちがジャッジングすると思うな。いやずるいなこれ、怖いなみんな同じこと突っ込む実に楽しいお話ありがとうございました。ドラルクが気になったという方はぜひブルーレイ DVD 全巻をご購入いただいた上、ウェブ配信でもご覧いただけますので、そちらの方をご覧いただけますと幸いでございます。私は吸血鬼ドラルク。さてお話が盛り上がったところをぶった切ってゲームコーナー行きましょう。はい、やったい。ご用意したゲームはこちらでございます。そしてねこのスリルボム、はい、ただゲームをして楽しかったじゃ済ませませんよ、はい、なんと豪華景品商品用意しております。さあやる気がにわかに出てきて、さあお二人後ろをご覧ください。はいはいはい、はい、この全国世界津々浦々から集めましたクラフトビール、おー好きなだけ持ってってくださいやったぜ、抱えきれるだけ持ってってください。いいですか、ご覧の皆さん、ここにあるビールが世界の全てのビールです。そうです、ここにあるもの以上のビールはありません。そうです、最高峰のビールがここに揃っております。すげえな、それを好きなだけ、はい、でもあれですよ、後で郵送とかなしです、抱えられるだけです、だからもう好きなだけ持ってっていただくというこの景品をかけて戦っていただきましょう、この人たちはこの数秒でこんないろんな方向を煽れるんでしょうね、だってお金出すの俺たちじゃないもんそう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 、あとこういう時ってさ参加してない方が責任を負うからね。しますよそれは、しますしますはい、はい、これをするタイプの人間です、はいね、はい、こんな煽った煽った俺たちのもうね、もう煽ったこの景品を全部持って帰ってください。そういうもんで、その方が美味しいんです先輩は、しっかりと持って帰りたいと思います、はい、ということで早速参りましょうか、はい、スリルボムバイッ。
はい、ということで投入する前に好きなビールを言っていきましょう。はい、僕はですね、ギネス。ギネス、じゃあ僕はコロナ。コロナ、コロナがいいんだ、おしゃれだね。他には何が好きですか？他には急に黙んなよ。ベルギービールだね。しゃっこれは俗に言うとことわざの作詞作に溺れるという典型でございます。あの、ね、手元をさっきちゃんと見といてくれた。俺ちゃんと押してんだけど引っかかって動かなかった。あ、先輩見苦しいですよ。しかも、ビールの名前振っといて往復しないで自分の時黙りましたからね。集中しないといけない。集中しちゃうだからね。あのね、俺麻雀ででかい手張ると途端に喋らなくなるタイプ。気持ちは分かる。普段喋ってる人もね、はい、こういうところが。ということで皆さん、こういうゲームです。じゃあ本番いきましょう。はい、ノーズルイ。これはずるいな。ちゃんと今のも本番です。今のゲームはトキさんの勝利です。よしで、よしポイント的に言うと、僕がただの1ポイントです。これだけで俺がマイナス3ポイントです。いやー、これね、トキ君、はい、これで負けたらかっこ悪いぞ。ちょっともう心理戦始まってますよ。はい、じゃあ次僕のターンです。次はトキさんが投入する番です。はい、お前のターン。俺のターン。ドローはしてんですけど、いきます。うん、じゃあ、今シーズン買って一番良かったなと思うものを教えてください。うん、今シーズン買って一番良かったと思うもの、なんだろうな。買った、獣編の方。ハンターの方じゃないんです。え、何買った？獣編の方で何買った？最近そうですね、魚を買いました。お、あ、お、これは福山さんですね。そうだね。これはいいゲームでしたね。トキ君1点と俺プラス2点とマイナス1点だから1点。さっき言ってたトークのオチとこう自分の盛り上げをここで体現しなくていいんですか？あのね、俺の特徴を教えようか。全部自分で巻いて自分で回収する一人マッチポンプだよ。本当にプラマイゼロ収支でずっと行くんすね。いや、俺ね、バランス感覚ってのをとても大事にしてるんだ。それをバランス感覚って言っていいのかな？人間としては偏っていてもやってることのちゃんと調和を取る。これがね、平和につながるんだね。調和とは感じないですけどね。麻雀つながりでピンフ。ここまでがワンパンケージ。はい。ピンフ、平和と書きますね。そうですね。ということで、今のゲームで、1対1ということで、はい、で、あれですね、前回の第1ゲームで時さんが取ってるので、はい、時さんリードでございます。そう、3点リードです。そのまんまです。これはね、次のゲームを最終ゲームにしましょう。ははははあ、時さん、だからもう福山さんがあれですよ、大幅の得点を稼がないと勝ちがありませんよ。そういうことです。これね、投入した時はね、もう1個しか押せないからね、ズームできないんですよ。そうですよね。そういうことなんですよ。はい、だからね、点数負けてる福山さんが投入することで、はい、お願いします。じゃあいきますよ。はい、そうだな、女性の好み。女性の好み、女性の好み、いや、いっぱいあるな。でも僕は言わないと押しちゃダメだからね。元々、うん、こうなんか体育会系をやっていた人っていう形跡がある体型のある人が好きなんですよね。ちょっとこう脂肪がついててもいいんですけど、体に、俺は自分に都合のいい人がいい。自分に都合のいい人って何ですか？いやー、これゲームで途切れさすには惜しいお題でしたね。最後まで聞きたいんだけど。ダメなんですか、この話の続き。え、このしたいの？まあでも、これはあえてここで止まったということが良しとしましょう。そしてゲームの方の点数が、そうですね、福山さんが1点、1点、俺が、時が2点ですね。時さんが2点、そしてマイナス1点と。マイナス1点。だ、まあ、このゲームも1対1、これだけ、はい、うう激戦を繰り広げといて、はい、ということは第1ゲームを取ったトキさんの勝利でございます。これ なんだろうな。いいですか、こういう勝負事はまさに時の運っていう話ですよね。これずっと思ってた、これに拍手をしてはいけない。このコンテンツは福山さんに甘いと思う。そもそもシンプルなダジャレですからね、今。こんぐらいしないとさ、千葉さんと井上さんの会に勝てるわけねえだろ。さすが主人公分かってらっしゃる。そうですね、それはそうですね。でも手数の多さじゃ絶対負けてない。まあそういうことですよね、数で勝負ですから、はい、そうですね。ということでね、トキさんには後ろの世界中のクラフトビールからお好きなものを後で見繕って持って帰ってもらいましょう。ありがとうございます。ということで盛り上がりました、はい、ゲームコーナー、ナイスファイツお二人ありがとうございました。ありがとうございました。
死ぬな。さて続いては告知コーナーです。テレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬ2は2023年1月9日月曜日23時より東京 MX 他にて放送開始です。またアベマでは地上波先行独占先行配信も決定。地上波より30分早く1月9日月曜日22時30分よりご覧いただけます。他サービスでも順次配信予定となりますのでお楽しみに。ぜひ放送前に各配信サイトや BD にて第1期を振り返ってくださいね。さらに主題歌は第1期から引き続き福山潤さんとトラットさんが担当となります。オープニングは福山潤さんが歌うニュードラマパラダイス、エンディングはトラットさんが歌うコージークレイジーパーティーとなります。 CD も予約受付中ですのでぜひ予約してください。また吸血鬼すぐ死ぬキャラクターソング入りサウンドトラックは2022年12月21日水曜日に発売です。ドラルクとロナルド、ジョンのキャラクターソングのほかアニメ本編に使用された劇版がたくさん収録されます。すなー。さて今宵はそろそろお開きの時間となってまいりました。はい、いやいかがでしたかお二人。いやまず感想を聞くべきは時くんどうだったどうだった、こんな感じどうだった。いやまあ僕は楽しいですけど、うん、久しぶりにこういうなんだろうあの、うん、なサウナの、うん、あのロウリューを受けた感じです。あーなるほど暑いねだってゴワンだってブーンなんか若手ばっかりだこういうのやったら台本通り進行してつまんないでしょ。そうですね、こういうのないとさ、あの台本通りのとこほとんどなかったですもんね。でもね好き放題やってる人いてちゃんと台本に戻るんだよね。ちゃんと着地点があるうまいよね、さっき言いましたよね調和を保たないとはい、そう思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや僕もね久しぶりにねこういう風になんかこうなんだろうなあのこの吸血鬼を元にしてねなんか好き放題やらせてもらうっていうことと、はい、あとなるようにやっぱ戦うべきはこう我々の若い力を使ってなんとかあの1回目2回目に呼ぶにはさ強すぎないあの2人。ほんとそう思う、はい、うん、いやあれが基準になりそうだったもん、はい、だから僕この、 あのお話いただいて、うん、あの参考に、うん、あの台本いただいたんですよ、うん、それが千葉さんと井上さんの回でちょっと待ってと千葉さんと井上さん最初に呼んでて俺らに何しろって言うんだって本当もうキャストの名前だけでなんか敗北感あるよね、あのだからリハとかそんなんじゃないのよ、うん、あのなんとかしなきゃっていう瞑想だよ。それはありました、それはすごくありました。でもね多分大丈夫、あのねいっぱい喋ったけどほとんど使えないから。なるほど、うん、取れ高では圧勝してる、うん、ただ問題はそれあの試合に勝って勝負に負けるようになりそうだから個人的に悔しいよね。いやでも今日は楽しかったよ、はい、うん、だからぜひともですねあのそのお二人のねあのカットされたところも聞きたいと思ったらぜひともこのコロナが明けたら、うん、みんなでロフトプラスワンで飲みながらやりましょう。出た名物ロフトプラスワン、その時の回し買ってもらっていいかな。あー嫌です、疲れるから絶対嫌だそうなってくるとこっちに回ってきちゃうから。ありがとうございます。やめて。いやでもそれはね体験しとくべきよ、俺たちは体験してるからじゃあ時くんその時はよろしくということで、はい、違う、もうここで現地が取れちゃった、違う、そういうことじゃない。皆さんこれね映像残ってますから、その時は楽しみに待ちましょう。ということで、はい、またの夜にお会いいたしましょう、はい、今宵のお相手は豪雪役稲田哲とドラルク役の福山潤と福間役時俊一でした。次回はどんな夜になるのでしょう。 See you next night. バイバイ。 Good night. 氷が落ちました氷ゴリだぜHa ha ha ha!